まずこちらの方が、ローランドが出します、ミニコンバーターシリーズです。映像信号を、変換するためのもので、まずじゃあ、こちらの方の右の方からこれ HDMI to SDI。HDMI、民生のカメラとかのこういうカメラとかについている HDMI の信号を SDI という信号に変換するためのコンバーターです。その隣にあるのが今度その逆の SDI、放送用の信号のものを HDMI に変換するものです。業務用のカメラとかでこういう肩乗せカメラとかそういったところで出てる業務用の放送用の SDI という信号を、HDMI 化することによって、例えば SDI のカメラの信号を民生のモニターで見ることができたりするというふうな感じのものです。はい、でこちらの方が、FS ディレイって書いてありますけれど、先ほどの SDI to HDMI、HDMI to SDI の両方の機能を持ってまして、双方向で変換することができます、スイッチ切り替えにより。でその上で FS フレームシンクロナイザーというものとディレイ、絵と音を入れた場合にずれることがあります。それを片っぽ遅らせることによってぴったり同期を揃えることができるといった機械になります。でそのスイッチというのはここのディレイというのがここに最大 4.5 フレまで、5フレというのは 4.5 フレームまで、遅延させることが可能です、はい。で最後にこちらの方がスキャンコンバーター、パソコンの信号を HDMI にしたり SDI にしたりすることができるという機能です。でこちらの方は、それだけではなくて、例えばこのコンポジット、黄色の信号ですね、こちらの方の信号を SDI にアップコンバートして出したりすることができます。でなおかつ、放送用のやつなんですけれど、インターレースプログレッシブ、ここら辺の変換もすることができるので、フレームレート変換も可能です。実際的にですと、例えば今よくテレビで言っている、1080とかっていうのは、はい、正確に1080の 5994i とかっていうふうな名称がつくんですけれど、それをインター i っていうのを p に変えたりすることができます。ということは今この VC-1 の SC ですかね、はい、これが需要がかなり増えてきてそうな気がするんですけど、ね、はい、今一番売れてるコンバーターは確かにおっしゃる通りこのスキャンコンバーターが一番売れております。はい、熱、ここら辺触っていただいても非常にこうあまり熱を持たないと。失礼します、はい、他メーカーとかだとやけどしそうなぐらい長時間使っていると熱くなるかと思いますが、確かにちょっとぬくっとする感じだけですね。はい、で要は製品が熱くなるというのはそれだけで製品寿命が、はい、短くなるので、そういったものもないと思います。はい、ということは耐久性にもそうです、はい、でなおかつ画質の劣化というのもほぼありません、はい。うちでいうところの、セールスポイントとしましてはロスレス、要はロスがないと、はい、ロスをレスするというふうな感じの、セールスポイントです。はい。VC-1シリーズはいいです。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。